から、決めたよ。私、単位制に行く。みのり。私もね、いっぱい考えたの。いっぱい。ねえ、みのりちゃん。もしよかったら、その時のこと聞かせてもらえないかしら。確かにね。私も聞きたいわ。みのりの気持ち、ちゃんと知っておきたいもの。ちゃんから話を聞いて、あの後私ね、はるかちゃんも単位制に行ったら友達と距離を感じちゃうことがあるって言ってたけど、愛梨ちゃんもそういう経験があったんだ。そうだよね。本当に単位制に行ってお仕事を優先することになったら、私も友達と距離ができちゃうだろうし、一緒に授業を受けたり委員会に参加したりすることもきっと減っちゃう。それってはるかちゃんが言ってた今とは全然違う生活になるってことだし、そう考えるとやっぱり寂しいかも。でもアイドルとして本気で活動しようと思うなら、そういうのも覚悟しなくちゃいけないよね。これからもっとたくさんお仕事の依頼が来たら、受けたい仕事もいっぱい出てくるはずだし、お仕事も学校も取るなんてそんな欲張りなことできないから、本当にできないのかな。本当にどっちか選ばなくちゃいけないのかな。もしかしたら探せばあったりするのかも。今のままでも私がもっともっともっと頑張ればなんとかなる方法、例えば単位制に行かなくてもお仕事ができる方法とか、一旦それで考えてみよう。学校も友達も諦めなくていい方法があるなら、それが一番いいはずだもんね。幸せの時間って、だいたい私たちが学校で授業を受けてる時間なんだよね。でもそうだよね。お仕事くれる人だって、だいたい平日のお昼は働いてるだろうし。はぁ、そうなると、やっぱり難しいのかな。こんばんは、みのりちゃん。え？こんな時間にどうしたの？実はみのりちゃんが悩んでいる声が聞こえたような気がしたんだ。だから助けに行かなくちゃと思ってきたんだろ。すごい当たってるよ。もしかしてもしかして、レン君ってそういう能力も持ってるの？はかた、そうやって素直に受け止められるとネタ話しにくくなっちゃうんだ。実は愛梨ちゃんから聞いたんだ。みのりちゃんが単位制に行くかどうか考えてるみたいだって。愛梨ちゃんから？うん。それでもし悩んでることがあるのなら力になりたいなと思って来てみたんだの。でも僕は学校のことには詳しくないし、話を聞くことくらいしかできないけどね。ううん、ちょうど誰かに話を聞いてほしいって思ってたから、そう言ってもらえるだけですっごく嬉しいよ。
今ね、レン君の言う通り単位制のことについて考えてたんだ。たくさんお仕事を受けるためには単位制に行くのが一番いいと思うんだけど、愛理ちゃんやはるかちゃんから友達と距離ができちゃうって聞いて、それはやっぱり寂しいなって。もちろんお仕事としてアイドルをやっていくんだから、そういうのは我慢しなきゃいけないってことは分かってるんだけどね。そうかもね。でもやっぱりどっちも諦めたくないなって思ったの。だから両立できる方法は本当にないのかなって思ってスケジュールを組んでみてたんだ。みのりちゃん、そっか、そんな風に考えてたんだ。愛理ちゃんから話を聞いて、みのりちゃんがどう答えを出すのか気になってたんだけど、まさか両立する方法を探してるとは思わなかったな。前向きなみのりちゃんらしいね。そうかな。でも結局いい方法は見つけられてないんだけどね。そっか、仕事の時間をずらしてもらうことはできないの？それも考えたんだけど、前の仕事で打ち合わせ時間を夜にずらしてもらった時、担当者さんがもう仕事の時間ではないんですけどって言ってて、あ、私たちが負担をかけちゃってるんだなって。あんまりそういうことはしたくないなって思ったんだ。そんなことがあったんだ。それにあんまりそういうことが続いたら、そんな大変なことになるのかな。でも仕事の相手に迷惑をかけたくないって気持ちもわかるし、それで今後依頼が来なくなっちゃうのも困るよね。うん、だからやっぱり仕事の時間を動かすのは難しいと思うんだ。でもそうするとやっぱりどっちか諦めなきゃいけなくて、それなら私は私たちの夢のために単位制に行った方がいいんじゃないかって思うんだけど。愛理ちゃんたちほど単位制に行ったら何が良くて何が悪いのかちゃんと考えられてないような気がして。それならちゃんと考えてみたらいいんじゃないかな。え？今みのりちゃんは両立する方法を探すためにスケジュールを組んでたけど、次は単位制に行ったってことにしてスケジュールを組んでみたらどうかな。そうしたらどれくらい学校で過ごす時間があるのか、どれくらいお仕事を受けられるのか、そういう具体的なことも見えてきて、いいことも悪いこともわかるかもしれないよ。確かにやってみないとわからないこともあるもんね。それじゃあ早速組んでみるよ。花里みのりアイドルにまっしぐらバージョンで。